この動画は緊急事態宣言期間外に撮影した素材を編集した動画となっております。期間中の外出や期間中の飲食店の訪問を推奨するものではございません。世間の情勢やタイミングを見て安心できるタイミングが来ましたら、その時はぜひバーに訪れてみてくださいね。皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は突然ところが変わって、こちらはですね、ツッチーのバー研究所さんのアンズバーというところにですねお邪魔しておりますでございますですね。コラボということで、ツッチーのバー研究所さんのツッチーさん、はい、といつものイノケン、よろしくお願いします。と3人でですねコラボ動画ということでお届けしていこうかと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、こんなコラボなんでですね、どんな話をしていこうかと思うんですけれども、僕のチャンネルでね、結構お酒を飲む方、お酒好きな方結構多いんですけれども、若い方も何気に結構多いんですよ。20代とか30代とかそういう方も結構多くてですね、でその方も結構ですね、バーとかにね行きたいけれども、なんかこうちょっと躊躇しちゃうみたいな、なかなか行けないんだよなっていう方結構いらっしゃると思うんで、バーは楽しいところだぜっていうことをちょっとですね、このアピールできればなと思って、はい、ちょっとこの土井さんと、猪木にいろいろ話をできればなと思っておりますでございます。一番よく聞くものとしては、やっぱりこのバーは敷居が高いっていうこと言われませんか？まあ言われます、確かに。やっぱりこうね、ドアを開けるまで中見えないし、どんな人がいるか分かんないし、お酒詳しくなかったらなんかこう何頼めばいいしか分かんないしみたいな感じで、まあ躊躇する方すごいいらっしゃるかと思うんですよ。なんでまあそういう方に向けてですね、まあバーに行ったらこんなことをすればいいんじゃないのみたいな話をできればなと思うんですけれども、はい、おそらくバーに行ったことがない方々がまず一番思ってる疑問1、ババン、辻井さんに聞きます。そう、チャージって何ですか？チャージって分かりづらいですよね。チャージって何ですか？よく居酒屋さんとか行くと、はい、なんかお通しみたいなの出てくるじゃないですか、はい、まああんなニュアンスなんですけど、言うなればお席料です。とお店によってはお席料でチャージとして取るのか、お通しとしてチャームで取るのか。チャームってのもあるんですね。そうです、そうです。お通しがチャームっていう感じなんですけど、うんうん、でそれでお席料っていうのを取っていくっていう感じにはなっているんですけど、うんうん、もうお店によってはチャージもチャームも取るところもある。でそれが、例えば銀座とか、うん、まあ言うなれば土地が高いところ、値段がだと本当にものすごい高いんです。下手したら例えばチャージ1500円、チャーム1000円、おお、もう座っただけで2500円になりますよっていう。うちみたいに田舎ですとまあ含めて500円ですリーズナブルってぐらいの感じになってる。表にそのチャージとかね、そのチャームとかってその、ね、金額出てるから、それが500円とか1000円とか出てれば、うん、まあそれがお席料ということで、まあ、把握しておけば OK です。OK です。ありがとうございます。銀座には気をつけろ。土地が高いところには気をつけろ。確かに確かに。で、あとまたこのバー初心者の方、あるあるだと思うんですけれども、入ったはいいけども、何を頼んだらいいかわからないっていう方結構多いと思うんですよ。ですね、確かに何頼んだらいいかわからないってこともあるし、メニューないってこともある。バーテンダーさんと会話していただいて、普段こんなもの飲んでるんですとか、だからもう素直に入って初めてなんです、ちょっとわからないんですけど普段こういうの飲んでておすすめありますかとか聞いてもらえれば作れます。じゃあ普通にもういつも自分が飲んでるものとか、いつも梅酒飲んでますよとか、チューハイ飲んでますよとか、うんうん、なんかウイスキー好きですよだったらそれでもいいしみたいな。そうです、そうです、何でも OK です。うん、じゃあそこでこうね、もうバーに入ったからこれを決めなきゃいけないってわけではないわけです。ないです、ないです。なんかよく最初にこれ飲まないとダメなんですよねとか、なんか順番ってあるんですかとかいろいろ聞かれるんですけど、寿司屋みたいな感じでそう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 あるんですけど、そんなこと全然気にしないで自分の好きなようにしていただければ、うん、ちなみに猪木バー行ったことあるんですか？2、3回ぐらい。最初行くときまず扉開けてクラッって想像の倍暗かったんで、あとはまあその慣れてる友達と一緒に行ったんで、そんなにあとはスムーズでしたけどね。未だに一人で行けちゃったらいけないです。あら、本当にちょっと怖いです、具体的にどういうところを躊躇するんですか？バーテンダーさんと会話できるかちょっと不安ですよね。お緊張しちゃいます。あのってなっちゃうとバーによるんですけど、無言でいなくちゃいけないバーもあるんです。一言も喋っちゃいけません。そんなのあるんですか？あるんです、あるんです。お頼む時だけすっていうぐらいのバーもあるし、まあうちみたいにもうガンガンこっちから話しかけるバーもあるんです。だコンセプトがいろいろあるんですけど、まあ基本的にはまあこうやってドリンク作るとか、なんか調理をするっていうことに対してのプロですけど、やっぱ会話に関してもプロなので、うんうん、まあその辺は普通に一人で来ていただいても全然、こちらから最初天気の話とか、どちらからいらっしゃったんですか、お近くですかとかから始まって、どんどんお酒の話だったり趣味の話だったりとか、なんかそういうふうにつなげていけるんで、まあ全然怖がらなくても大丈夫かなと思います
けど、なんか昔ちょっと一個経験があるのが、うん、そのまた別の人と一緒に行ったバーがあったんですよ。でそこであのスプリングバンクってやつをちょっと気になっててくださいって言ったら、バーテンダーさん8本9本ぐらいブワーってボトルを出してきて普通のください。それでちょっともうビビり上がったもんですね。あのね、それはですね、楽しくなっちゃったんですよ、バーテンダーが。うちめっちゃあるんだぜってこう子供心みたいな。そっか、向こうも楽しくてこうついてはしゃいじゃったみたいな。多分うち来てラドロイクくださいって言われたらもうね出しまくっちゃう。いろいろこうバーツ出されて、やべえこれの全部分かったんけダメなのか、うわー怖えって思うかも分かんないけれども、バーテンダーさんとしては単純に嬉しくて。そうです、もう子供のように、そうそうそう、こんなのもあるんだぜ、こんなのもあるんだぜみたいな、伊野健が食らうっていう。いやもうびっくりしましたよ、本当に。普通のやつ出てこなかった。飲みません。とりあえず飲みません。やったー、見たい。何がいいですかね。僕らのチャンネルというとアフロイグなんですけど、じゃあ、10年めちゃめちゃいっぱいある。これ、バーに来てアフロイグの10年って言ったら何本も出てきてテンパるってやつじゃないですか、これ。こちら大きいのもあります。まあ、スタンダードでイギリス平行で、イギリスの平行、いらっしゃいませ。すごい。いらっしゃいませ。これね、またバーのあれですけど、乾杯やっぱりグラスを当てない方がいいですね。薄くてとかいうのがあるんで、ジャーンって普通にこう乾杯やるとすごい感じ。我々の夜に無理やり話割って入って、無理やり飲ませるっていう。わー、すごい久々これ。本当にすごい匂い。美味しい。僕は結構好きなんですよ。美味しい。変態ですよ。変態しかいないじゃないですか。あとなんかこのバーあるあるのあれなんですけども、はい、初心者の方がこの席についていろいろ頼みました。バンデナーさんが作ってくれたお酒ちょっと飲んでみたらきつかったりとか、ちょっとこの辛かったりとかして、やべこれちょっと苦手だぜみたいな感じのパターンって結構あると思うんですよ。あると思います。そういう時ってどうしたらいいものなんですかね。あ、普通にそのまま素直に言ってくださるのが一番ですね。結局その何度かやっぱりこっちも来ていただかないと好みがわからないので、それがちょっときつかったですとか、もうちょっと弱くしてくださいとか、もうちょっと甘めでとか、もうちょっと辛めでとか言ってもらえれば、だん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 、あ、この人こういう趣味なんだなと、こういう好みなんだなってのがわかるんで、バーはね全部ね素直が一番なんですよ。今の名言でございます。バーはね素直が一番なんですよ。素直が一番。初めての時はもうね、初めてですという、もう飲み物がわからない時はわかりませんという。でこのね、この好みがいろいろある時はこれが好きです、あれが好きですという。そうです、そうです。素直に思ったことを直接躊躇せずに。そうそうそう、言う。恥ずかしがらず。そうですね。そっちの方がなんかバーテンダーとしてもそのお客さんがすごい可愛いんですよ。ああ、素直の方が。そうです。だすごいいろいろしてあげたくなっちゃうんです。そこでこの変に知ったかぶったりとかした方が、はーいみたいな。ああなるほどねってなっちゃう。なんかどっかの動画でなんか若い人が入ってきて、あ、この店なんかジンありますとかいう感じでなんかイラッとしたみたいな。イラッとしてるのはね、でもカメラマンの岩ちゃん。イラッとしてたんですけど、このお店ジン、なんかどんな種類がありますかみたいな。いろいろあるよ。いっぱいジン出してやろう。やっぱイラッとすることはないんですけど、おやってんなってなるって感じですね。イノケンもそこは素直に。そうですね。バーンと鍋やって、うん、わかんねえ、わかりませんって言われて、これはどんなんなんですか、これはどんなんなんですかとかって、やっぱりこう興味を示して、そうすると楽しくなっちゃう。これはねこうなんだよ、これはこうなんだよって。そうですね、僕そういううんちく大好き。じゃあそうすればだったんですね。かもしれない。その場でビビらずに。やべえ。バーは素直が一番大事。これでございます。名言でございます。そうです。松地さんの動画の方ではですね、そのこのバー初心者さんに向けてティップスじゃないですけど、初心者向けの動画だったりとかね、こんなことしたらいかんよみたいな感じの動画とかもいろいろあったりとかするんですね。ぜひともチャンネル登録してチェックしていただけたらと思うんですけれども、ちょ最後にですね、まあ、せっかくなんでツンジーさん、そのバーオーナーさんでも結構長いのでチャンネルを見てくださってる、まあ、バー初心者っていうわけじゃないんですけども、はい、来たことがないけれども行ってみたいと思っている方へ何かこのメッセージがあれば。もう扉を開けるってすごい緊張すると思うんです。僕も初めて行った時ってすごい緊張して、入ったらお酒もわからないし、飲み方はいかがしますかとか言われても飲み方ってなるし、一度ね来てしまえばもうすごくね自分がこう守られてるような空間だと思うんですよ。でどん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 重ねれば重ねるほど、もう自分の好みが、分かってもらえて、本当に家のように過ごせるようなところがバーかなって思う。あと初心者の方はぜひカウンターに座っていただいて、カウンターに来てるその大先輩方と横のつながりができるとか、
そういうものを楽しみにしていただきたいなと思いますね。本当に自分がバーに来なければ出会わなかった大きなところ、社長さんとかそういう方々と本当出会えたりとかしますので、楽しみにしていただければなと思います。まあ、皆さんもですね、機会があったらぜひお近くにバーたくさんあると思うんですけども、気軽に遊びに来ていただけたら幸いでございます。というわけで、ちょっとイノケン登場頻度少なめでございましたけれども、イノケンとのコラボ動画とね、ツッチーさんのコラボ動画も概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひともそちらの方からチェックしていただけたら幸いでございます。それでは何か要件ありますか？大丈夫ですか？あー、怖くない。じゃあそんな感じで、滝沢克成と、はい、ツッチーとイノケンでした。ありがとうございました。さようなら。じゃあねー。